さん、おはようございます。ココです。本日は9月9日です。今日は天気はね、良くないんですけど、今長島スパーランドに向かっています。で、今ちょっと途中でパーキングでトイレ休憩なんですけど、ちゃんがトイレ行ってて、ここからは私が運転しようかなと思います。でね、今日ね、ついにね、夢を見ました。夢を見まして、前動画でも言ったんですけど、ちゃんとうちの母親は女の子がね、女の子の子供の夢を見たって言ってて、でその時にちゃんもう絶対女の子やなみたいな話をしてたんですね。で私は全然その子供の夢を見なくって、私が見たらビンゴやのにみたいな感じで言ってて、じゃあね、やっと見たんですよ今日。私の出てきた夢に出てきた子は男の子でした。しかもね、友達っていうかインスタでフォローしてる人の子供にそっくりやったそう。でもめちゃめちゃ、もうそれはでも他人の子じゃなくって、めっちゃ自分たちの子でしたね。なんかね、なんかどっかに行くみたいな感じでね、なんかスノボ、夜行バスでね、昔スノボとか行ってた時って、なんかめっちゃ並んだりするじゃないですか、バスに。なんかそんな感じのところで並んで、そこに私がこう抱っこ紐して、こう寝かしながら行ったら、ちゃんが待ってて、ここみたいな感じで行ってて、そこに並んだ後、その後はちゃんが抱っこひもして、こうゆらゆら、こうゆらゆらして寝かすみたいなのを、寝かしつけるみたいなのをやってたのに、ね、で私があとなんかね、水族館でもない美術館みたいなところに抱っこひもして行ってたりとか、そういう夢を見ました。夢を見たよっていう、もうこれをここで、これまだね、実はちゃんに言ってないんですよ。あとで戻ってきたらいいのかなと思う。なんか結構朝起きれなくって、家もゆっくりできしまったから、お昼ぐらいに着くんですよね。着いたらお昼ご飯先に食べて、プール楽しもうかなと思います。多分気温も低いし、天気はねめちゃめちゃ晴れじゃなくって、めっちゃ曇りやから、そんなに暑すぎることはないと思うんですけど、逆に寒いかもしれないので、まあ3時間ぐらい遊んで帰るかなっていう感じになると思います。しかし全然帰ってこないですね。まあいいか、はい、ではまた撮りますね。はい、回しました。誰か乗ってるとか見る
限りおらんねんけど。完全に俺今日トランクも開けたけどおらんかった。おらんかった。ちゃうね。ちゃう。ヒントちょうだいよ。ヒント？うん、ヒントな、うん、ビンゴ。ビンゴ、うん、もしかして、うん、もしかして、うん、もしかして、うん、サマージャンプ当たった？当たってんよ。なんやビンゴっつったらロト6か。ビンゴ、シュート、うん、ビンゴっていうかシュートっていうのが地元の習わしなんやけど。あ、そう、ちょっとわからんな。じゃヒントは、うん、そういうことね、ビンゴって。当たったってこと？何やった？あなたは。誰やった？うん、男の子やった。それほんなら外れよ。ほんなら外れよ。だって女でリーチかかってんのに男だったら外れよ。もう一回見直さなあかん夢。男の子やった。男の子やった。どういう感じやった？しかもな、うん、それフォローしてる人も、うん、男やった。ちょっとおかしなことになってる。ちょっと複雑な事情になりそうやな。養子縁組したってこと？いや、なわけないな、うん、でも、滑舌に、うん、あの子供やった。それはあなたの子供やった？子供やったな。それは産んでるところは見てないけど、うんうん、あの抱っこ紐して、うん、ベビーカー捨てて、うん、外れや。そうな、男の子やった。え、やっと見たと思って。うん、起きてから今まで黙ってた。あ、ここで見た。ここで見た。うん、家で見た。あ、家で見た。そう、びっくりした。男の子やん。もう一回見なあかんな、それと。俺がもう男の子に寄せる夢を見るか、あなたが女の子に寄せる夢をもう一回見るか。ああ、そうな。二人目が男の子じゃん。それよかった。ここにもでも止めれるかな。なあ。
するのが遅いから、そうなるんですよね。長島です。うん、合ってると思う。はい、はい、入りました。はい、はい、暑い、やばい、ピタついた。ココナッツって感じなの。だいぶココナッツ。入りました。ここ登る。あれだ、流れるプールじゃん。じゃあまず流れるプールから、席確保したので流れるプールから行きます。はい、くるくるしました。あ、ありがとう。これノンアルやって。俺最初、え、僕ノンアルですよねって言ったらノンアルですって言われた。だいたいなんかあの合わせないイメージある。じゃあいただきます。え、ノンアルやん。ノンアルよ。チーズ固まってる。うん、チーズ固まってるタイプのうどんです。なぜならポンみたいな。お水もあったで。うん。さっきは超激流してきてんな。釣れた。なんか昔ね、何年、3年ぐらい前に来た時は全然何周もできて、多分1時間ぐらい回っとったよな、ずっと。でもっと人も多くって、あのなんか中国のプールみたいな3時ぐらい多かったけど、今日はまあ、そうそうそう、平日で空いてて、で、なんか3週、1人3週って感じで言われてたな。うん、1人3週って言われてて、うん、でさまあ、ちゃんと一緒に入ってるけど、ずっとちゃんと一緒に回れるって感じでもないねんな。うん、そうそうそう。なぜなら、その激流によってどこに行くか分からんから、うん、そう、はぐれるから、はぐれるからね。で、一周目で思いっきり私カモにかかったんですよ。うん、ああ終わったなぁ思って、うん、ほんで最後もな、思いっきりちゃんの前で顔からバッシャンかかったよな。波が帰ってきた時やろ。
ナフが帰ってきた時かな、うん、ああでも一回バッシャーにしてたよ、うん、一回その激流が出てくる入り口のところに二人とも吸い込まれていってんな、やばい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 、進入禁止みたいなところにあって吸い込まれていって、まあ、しょうがないね、それはなんか引きつけられていったから。でもようよう見たら、うん、あの出終わった後みんな吸い込まれてる。あ、そうなんや。出終わった後吸い込まれてる、うん、そういう仕組みやな、うん、でその後ブワーって流されてな、うん、でもなんかしら、なんか都市なんかこう浮きは絶対ねグリップ持たないといけないんですよ、2箇所で、そこを持つためにこう体をこう持ち上げないといけなくて、うん、めっちゃこう肩が痛かった、ずっと肩痛かった、うん、1周目からあこれもう肩やばいかも、絶対筋肉痛と思ってでこうやってもう脇締めて、こうやって浮き輪の上にこうやって乗ってたけど変わらず痛かった。いやそれやったらマシやったけど、でその次に何2人乗りの、あ、再開したって言ってた、あ、再開したって言ってた、うん、2人乗りのね、スライダーに行こうとしたけどなんか点検中みたいなんで、じゃあさっきなんかずっとね着いた時からお腹すいたって言われてて、うん、さっきちゃんご飯、じゃあその間にさっきご飯食べようかって言ってたらもう再開したって言われて、うん、早いの、これご飯入れたいから、うん、プールがね4時半までなんやって、うん、で予報は曇りやったけど、まあ確かに曇りやけど、でも晴れ間もあって暑いです。暑いな、なんかこのカメラが防水じゃないから撮れるとこと撮られへんとこあるでいいけど、撮れるとこは撮っていこうと思います。いや、ずっと出てた。ずっと出てた。ちょっと流れた。ジャパン。うん、ジャパン。男の人に三角パンって面白いな。気合入ってる、初めて見たかもしれない、気合入ってる、やっぱ昔の人やから気合入ってる。もっと奥やったな。でも結構来たね。来た、うん、勢いはあった。あったあった。
痛くなった。しっかりかかる。え、出た？すっごい。来た？うん。すっごいかかった。痛かった？いや、痛くはない。あ、来たなって感じ。おもろいな。うん。いい感じですか。それよかった。ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキーここは海水でしょ。海水水、うん、見たいんだもん。何が急口。あ、そうなん、海水やから、うん、いや、そんな奥行かないで、濡れちゃう。ここで座るには深いか。この辺か。別に塩の匂いはしない。あ、そうなの。でもあるんか。水分のご遊泳中のお客様大変恐れ入りますが、ちゃんがなんと私にはできないあのウォータースライダーに行くそうです。しかもね、なんかめっちゃね落差がある真ん中に行く。どうなるんやろ。撮りたいと思います。この真ん中のやつに挑戦するみたいです。セーフ。あー、ラジオかわいい。セーフかわいい。うわっ、うわっ、すごっ。めっちゃ水しぶきくる。そんなのかな。次の次ぐらいかな。手振ってるわ。
見えへんな。次や。出てなかった。うわっ前の人の方がすごい水しぶきやった。あ、そうな。うん。ちゃんもすごいやろな思ってたんやけど。うん、びっくりした。あのね、うん、もう両サイドやってへんの。あ、そうなん。どうやった？落ちた。みんな浮くって言ってた。うん、浮く。めっちゃ楽しかった。やってみる。え、無理。これは無理。怖い。びっくりした。思ったより落ちんねん。そうなん。どちらかというと落ちてるって感じ。ちゃんこちゃん、次はこちらに挑戦するそうです。じゃじゃーん。私は怖くていけないので見守ります。どんな感じ？ちゃん待ちでーす。これちゃんです。もう落ちるんかってなって。1周半。うん、1周早かったな。思ったより早かった。鼻水出てる。深い。終わりました。スライダーは2回目になんか青のトンネルの中、うん、1回目はな白で外開いてる、上開いてるバージョンやって、うん、2回目は筒の中、青の筒の中行ったら激怖やった。思ったら怖かった。めっちゃ怖かった。空いてるからそっち行こうって言ったら怖かった、ね。うん、でも落ちんかった。よかった。なんで落ちんくてよかった。あと波の出るとこ波出えへんかったな。ただなんかその水しぶきを飛ばして、うん、えらいパリピみたいな音楽かけて楽しいんだな、それも。もうすぐ閉園やからそろそろもう帰ります。どうでしたか？楽しかったで。めちゃめちゃ楽しかったな。顔焼けたの？焼けてる？うん、あなた大丈夫。楽しかった。帰りましょうか。ご飯食べて、うん、帰ります。こういうバッターも懐かしい。どうしたの？これのああいうバッターも。もう捨ててるじゃん。100% 捨ててるよ。楽しすぎた。あっちから無理です。ほんまに楽しすぎたな。あ、うん、これも到着遅かったけど楽しかったよね。これちゃん1回転半。どうやったらもっと回転できるの？もっと回れなかったね。
せっかくね、三重県に来たからね、あの中日本、中日本、どっち？中日本、中日本、どっち？中日本、中日本限定のね、スタバのねハニーマロンラテ飲もうと思ったけど、ソールドアウトしてました。残念なので、クリスピークリームドーナツ食べますね。に行く。ちょっと似てる。ヒコリー。どちらかというと、うん、カツオの声に似てる。あ、姉さん。なるほど。姉さん。違う。ヒコリー。さて今週のヒコリーは。ヒッコリー食べましょう、うん、オニオンスープ、いっぱいあるな、うん、まだある？もちろん。へぇ、100グラム、あ、なで200グラムだな、うん、スパイシーカレー、うん、へぇ、味噌さすがって感じだ。おお、なるほどね。スープが先に届きました。そう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 、美味しいな、うん、次私はコーンスープになります。
いよ、サラサラ系の、サラサラ系やけど、あ、そうなの、うん、飲んでみて。なんかやっぱさ、あれドンキーと比べちゃう、びっくりドンキー、うん、けど美味しいよね、うん、これはこれで、うん、ジュ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 言うてますわね、失礼いたしました。お待たせいたしました。ありがとうございます。注文もした以上で、それで、作らせてさせていただきます。ジュージュー取りますわ。うん。かけるかチョンチョンするかやな。まあ、どっちか。うん。トントンするわ、うん、いいね、食べません、リアリアね、うなんかね、うん、口コミにも書いてあって、うん、レアハンバーグ、うん、そうやで、美味しいです、美味しい、よかった、美味しいの、私は何言ってる、もう何もじゃない、するわ、うん、うん、柔らかい、うん、いい感じ、ブラックペッパーいい感じ、うん、歯の隙間につけないように食べます。出るときに、うん、席空いてますかって言われた。それで喋っとったん？店員じゃないです。違うの、この人店員じゃないの。店員じゃないですって言って。店員に見えたみたい。店員に見えたみたい。はい。では今日は一日2連休でちゃんがね、5日間 Vlog 撮ってみました。はい、2日間お付き合いいただきありがとうございました。最後まで見ていただいてありがとうございました。では帰ります、バイバーイ。小銭持ってるからね、うん。